どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がプレミアムメンバー向けにですねサービスをね展開しているサービスで、こちらのサービス皆さん知っておりますかね。 ANA 米国内 SIM カードサービスということで、こちらね ANA がスマートフォンね SIM サービスを提供してるんですよね。でこちらね書いてある通り、 ANA のねプレミアムメンバーの方は2日間ねこちら無料で利用することができるんですよね。でもちろん3日目以降はですねお金がかかるサービスということで、まあこちらも優待料金で利用することができるんですけども、2日間はね無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ私ねそろそろ海外行きますって言っておきながらですね、なかなか海外行ってないわけなんですけども、私もね今回米国内ね行きますので、ちょっとこちらね利用したいなという風に思っておりまして、先日ね申し込みをしたっていう風になりますんで、まあ実際の利用方法とかですね今回の動画で解説ねやっていきたいななんていうふうに思いますので、まあ米国内ね2日間無料で利用できればですね、2日間はこちらを使って、その残りはね楽天モバイル持っている方は楽天モバイルでね2ギガまで使っていただいたりとかですね、またねアハモとか持っている方はですね20ギガね利用することができますので、まあそれと合わせてねサブ的な感じにもね利用することができるっていう風になりますんで、結構いいサービスではないのかななんていう風に思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ですね、 ANA がプレミアムメンバー向けにですねサービスしている SIM カードの話なんですけども、こちらのね非常にいい点はですね、まずねネットに関してなんですけども、こちら無制限で利用することができるんですよね。また米国内の通話も無制限で利用することができるっていう風になりますんで、まあ現地でね Google マップとか非常に使う機会多いかななんていう風に思うんですけども、まあそういったのもですねバンバン使っていただいてね無料で利用することができるっていう風になってるんですよね。またこちらね ANA がねプレミアムメンバー方向けにやっているサービスなんですけども、こちらね ANA の運航便じゃなくても利用することができるんですよね。これね聞いた時結構びっくりしたんですけども、 ANA がねサービス展開しているわけなんですけども、こちらね JAL で利用した時であってもですね、ユナイテッド航空のマイルとかでね行った時であっても、こちらね利用することができるっていう風になりますんで、パスポートと搭乗券の予約番号ねあればこちらね利用することができるっていう風になりますんで、まあ ANA のねプレミアムメンバーである必要はあるんですけども、 ANA のねサービスなのに ANA の運航便じゃなくてもですねこちら利用することができるっていう風になりますんで、次回ねアメリカ行くんですけども、その時もね ANA じゃないんですよね。ですけども今回ねこちら申し込むことできるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。でこのねサービスを利用できる対象者なんですけども、 ANA のプレミアムメンバーっていう風になっておりまして、 ANA のブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、SFC っていう風になります。でミリオンマイラーのね保有されている方いらっしゃると思うんですけども、ミリオンマイラーの記載はねないんですよね。ですのでちょっとこちらね保有されている方は公式サイトにね概要欄に載せておきますので、サポートデスクみたいなのがね記載あるんで、そちらねちょっと問い合わせてみていただければなと思います。で料金なんですけども、2日間はね完全無料っていった形になります。で3日目以降のね料金がこういった形になっておりまして、3日から5日が20ドル、7、8、9、10ということで、まあ日を追うごとにですね2ドルずつね上がっていくっていった形になります。でこちらね安いのか高いのかっていう話なんですけども、 Amazon とかで検索するとですね、だいたい10日間で2908円とかね、それで無制限のね SIM が購入できるっていう風になりますんで、まあ3日目以降ねこちらのサービスが安いかどうかっていうのはですね高いっていった形になります。ですのでもしね2日間以上ね利用するのであればですね、別のねカード Amazon とかでね SIM カード買っていった方がね、まあ、安いっていう風になるわけなんですけども、まあこちらね最初の2日間無料でできますので、まあそのまま設定してね利用した方が楽だっていう方はですね、まあこのまま利用していただくのもねいいのかななんていう風に思うんですけども、まあこちらね日本語でもねサポートデスクがね利用することができますし、またね LINE とかのねサポートとかもねありますので、利用しやすい部分はねちょっとあるかななんていう風に思うんですけども、まあ料金的にはですね Amazon で普通に SIM 買ってった方が、まあ、安くね上がるかなっていうふうに思います。それでは次にこの SIM カードの受け取り方法なんですけども、本来ですね公式サイトにはこういった形で、国内であれば羽田国際線、成田第一ターミナル、あとねアメリカでも受け取ることができて、ホノルルの、ダニエル系井上空港、まあこちらでもね受け取ることができるっていう記載があるんですけども、こちらね残念ながらですね今ねコロナでサービスを縮小しているということで、今
羽田でも成田でもハワイでもね、こちら受け取ることができません。全部ね、事前郵送っていった形で自宅にね送られてくるっていった形になるんですよね。ですので私もね先日こちら申し込んだわけなんですけども、こんな感じでね、あのこれなんだ、クリックポストで到着しました。まあ後でねこちら開けていくんですけども、まあこういった形で空港でね受け取ることは現在できないっていう風になっておりますので、注意事項なんですけども、こちらね事前に郵送していただくっていう風になりますんで、出発のね1週間前までしかこちら申し込むことができないっていう風になっておりますので、こちらね注意していただければなと思います。私はね4日間ぐらいで到着したんですけども、これね住んでる場所によってスピード変わるかなっていうのと、このクリックポストっていうのは普通郵便で送られてきますので、土日祝日ね配達してくれないっていう風になりますんで、かかる方はね本当に1週間とかね申し込んでからかかるっていう風になりますんで、まあアメリカ決まったらですね、できるだけ早くね申し込みねしていただければなと思います。申し込み方法はねちょっと後でね解説させていただきたいなと思うんですけども、まあこういった形になります。それでは実際の申し込み方法をねやっていきたいなと思います。公式サイトね概要欄に載せておきますんで、そこからね見ていただければなと思います。まずね料金プランに関してはこちらのねプレミアメンバー特別プランの料金プランのところをねタップしていただくと料金プランがね確認することができます。でその下にですね SIM カードの受け取り方法っていうのがあると思うんですけども、ここでね申し込みを行います。でこちらね進んでいただくと、こういった形で、日本、出発前、日本国内、現地っていう感じであると思うんですけども、まあ先ほども言った通りですね、今現在は羽田、成田、ハワイ、全部ね、受け取りやっておりませんので、利用する方はですね、事前注文っていう風になります。これね、私最初アメリカ国内の、アメリカじゃない、日本国内の、羽田空港でね、申し込みしようと思ったんですけども、これ申し込んだらですね、普通に E メールで返ってきて、事前郵送しか今やってませんみたいな感じで、メールが来るって言ってます。形になります。でそうするとね、この出発前注文ねしてくださいっていう風になりますんで、まあこちらでね申し込みねしていきます。で必要事項ですね、まあここはね難しくないかななんていう風に思うんですけども、お名前、メールアドレス、あと ANA のねマイレージクラブカードのファイル、写真のね、スクショが必要っていう風になりますんで、これはね、デジタルでも OK ですので、この ANA のね、アプリ開いていただいて、左上にね、提示用のね、ステータスカードね、出せるページがあると思うんですけれども、こちらね、スクリーンショットね、撮って、添付していただければ OK っていった形になります。で、その下にね、行くと、マイレージ番号と予約番号。この予約番号は航空券のね、予約番号っていう風になりますんで、こちらを入れてください。で、あと、搭乗日と、郵便番号と住所ですね。そこ欄を入れていただいて、もしね、質問等々があるところは、まあ、ここをね、入れて送っていただくっていった形になります。私はね、ちょうど1週間ぐらい前にですね、申し込みして、先日ね、こちら到着しました。実際ね、ちょっと開けていきたいなと思うんですけども、まあ、こちらね、クイックポストで届きますんで、先ほど言った通りですね、普通郵便でね、到着しますので、土日祝日とかね、配達されないっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、中にですね、多分 SIM カードだけ入ってると思うんで、もう本当に説明書とか何にも入ってなくね、SIM カードだけ入っております。こういった形ですね。はい。でね、公式サイトを見るとですね、受け取り後にやることみたいな感じで記載があるんですよね。で、記載はあるんですけど、こちらね、いつまでそうなってるかわかんないんですけども、まあちょっとこれね画像を出しておきますけど、こんな感じでね、SIM カードを登録するっていうね、画面が出てるんですけど、今ね、サービス縮小していて、まあ先ほど言った通りね、羽田とかそういうところで受け取りができなかったり、まあ事前郵送になってる部分もあって、まあ全部ね、マニュアル対応ということで、これね、全部もう登録とか全部していただいております。ですので、特に何もしなくて、現地行ってね、まあこのケースみたいな感じで入ってますよね。まあこれをペリペリみたいな剥がして、まあ利用していただける、SIM カードね、iPhone に挿していただければ、まあ利用することができるっていう風になりますんで、これね、ちょっと今後ね、サービスまた元通りになって、るかもしれないので、まあ、こればっかりちょっとどうなるかわかんないんですけども、今の段階では受け取ってからね、なんかしないと現地使えないみたいなね、まあ、そういったことはありませんので、まあ、現地行ったらね、ピン挿して SIM カード挿せばね、利用することができるっていう風になりますんで、今はね、非常に簡単になってるわけなんですけども、今後これはね、もしかしたら元通りに戻って SIM カード登録作業はね、必要になるかななんていう風に思いますので、こちらね、覚えておいていただければなと
思います。ということで今回ですね、 ANA がねプレミアムメンバー向けにね置くサービスしている SIM カードのね紹介させていただきました。これね結構知らない方ね多かったのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。まあ2日間ね完全無料で利用することができますし、こちら電話とかもね利用することができるっていうふうになりますんで、非常にいいサービスですよね。またね ANA の便じゃなくても使えるっていうのはね、まあちょっとよくわかんないですけども、まあ利用者側からするとですね、スーパーフライヤーズカード持ってる方でもねこれ利用することができるんで、 ANA の上級ね持っている方であればですね、誰でもねアメリカ国内であればね利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ぜひね利用したことない方はですね、次回でもねぜひ利用してみていただければなと思います。で実際ね現地でどのぐらいのスピードが出るのかっていう話なんですけども、公式サイト飛ぶとね AT&T とか T-Mobile とかねそこら辺と一緒になってて、まあ使えるみたいなね、まあそういったサービスっていう風になっておりますので、私ね前回ニューヨーク行った時とかのねサービスは T-Mobile のあの電波を使ってて、まあ特にねLTE とかもつながりましたし、まあ、非常にね Google マップとか使ってて特に遅かったり、まあ、YouTube とか流してもね止まったりすることもなかったので、まあ、おそらくスピードに関してはね問題ないかななんていうふうに思うんですけども、まあ、こちらに関してはですね現地行ってね使う時にですねちょっとねスピードテストでもねしてみたいななんていうふうに思いますので、またね現地行った時の動画もね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。